これがですね、田中圭一さんの、漫画ですね。はいはい。すみません、ここからですね。はい。あれが確か1980年、僕は大学3年生の頃、田中手に入ったぞと、あお、これが噂の大根3オープニングアニメかというふうなことでですね、大根3オープニングアニメを見た田中圭一先生は感動します。でも、どんなやつらが作ってるんだろうと、それはですね、後にガイナックスになって業界に嵐を巻き起こすやつだったというふうに、俺もこう、シャレげなく書いてあります。で、あの頃彼ら全ラブプロダクツはアマチュア集団でありながらプロ並みのアニメや特撮映画を作り、ガレージキットイベント、ワンダーフェスティバルも作り上げたと、まさにオタクたちが目指すべき最高峰の人材だったんだというふうに書かれて、俺は照れてるんですけど、知らなかった。ニトロプラスのデンジロー、デジタロさんという人もですね、僕がニトロプラスを作ろうと思った動機はゼネプロガイナックスにすごく憧れてて、でああいうすごい仲間を集めてというふうに考えてたんですけども、まあそれでやってるあの赤井高見君という人にインタビューした、プリンセスメーカーという赤井高見君にインタビューしましたと。ということでですね、その当時の話です。これですね。さて、赤井さんの作ったプリンセスメーカーは、それまでなかった美少女育成シミュレーションというジャンルを確立しました。当時のゲームとして圧倒的に女の子が可愛いし、育成の分岐も多くて、マルチエンディングで面白い企画の発端は何だったんですかと、僕たちアマチュアとして特撮とかアニメ作ってました。専門外であったパソコンゲームとユーザーが割とパソコンゲームとアニメとか被ってたと、プルツーに少年たちが群がってたという当時の話とかがあるんですけども、それで、赤井くんが、ここら辺は歴史的事実ですね。岡田斗司夫さんにですね、お客さんが同じだから僕らが持ってるキャラクター作りのノウハウをゲームに生かせば絶対に大ヒットしますよと、そうかな、うん、つまりアニメ業界には押し守る宮崎駿ですね、富野由悠季と、そうそうたる天才が山ほどいる、それに比べてって赤井高見は言ったんですけどもゲーム業界にはまだ天才がほとんどいないとみんななんか小手先で作ったようなゲームでガンガン儲けてると、ここに行けば我々は ただ単に犬ですと、哺乳類が闊歩するインドやアフリカに行けばゾウもいればサイもいればライオンもいればトラもいる、でもオーストラリアに行くと、オーストラリア最強の生物何か知ってますか、フクロオオカミですよって、フクロオオカミってちょっとちっちゃい犬ですよという、そこに行けば僕たちワンワンちゃんもあっという間にオーストラリア大陸を征服できます。それで、じゃあもうオーストラリア作戦発令だというふうなことでゲームを実際に作り出したわけですね。各種で出来上がったプリンセスメーカー、世界初の美少女育成ゲーム、女の子が可愛いということでですね、バリエーションがあるんだけども、赤井くんがですね、やってたのが、アニメーションの手法、映画の手法を作ろうと。何かっていうと、育っている娘の評判を街の人に聞いていくというシステムというのを使うと。で、こういうふうにですね、周りの人の評判を聞くっていうのは、これもまあ赤井くんが発見したことなんですけども、自分が思いを込めて育ってるです、娘っていうのは、他の人から褒められたらめちゃくちゃ嬉しい。とにかくゲームの中でですね、我が娘が褒められることがこんなに嬉しいっていうのがですね、ここ出てくるんですね。で、エンディングがあって、で、これマルチエンディングはですね、ここの漫画の中で岡田さんの発案で、このゲームで前代未聞の感動できるシミュレーションっていうのを作ろうというふうに言ったということになっています。で、それはどういう仕組みかっていうと、8年間育って新天地へ行ってしまった娘から感謝の手紙が来て、お父さん、あなたとあの思い出が一番楽しかった。みたいなのが来るっていうのが感動するというふうなことで大評判になりましたというのですね、いい話になってると。じゃあこれが赤井高見が語るですね、聖のプリンセスメーカー史。